はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。 Amazon でのネット物販で挫折してしまう方の原因の一つとして、セラーセントラル、セラー専用の管理画面の使い方、見方がわからないというのがあります。そして最もわかりづらい確認作業の一つとして、返送手続きを行った荷物の確認が挙げられます。返送手続き自体はセラーセントラルの在庫タブ、在庫管理をクリックし、返送する商品の個 A 芯の左側にチェックを入れて、左上にある選択中の〇〇商品を一括変更をクリックし、返送所有権の放棄依頼を作成をクリックすればできるのですが、じゃあその返送手続きしている荷物の状況を確認するにはどうすればいいかということがかなりわかりづらいんです。今回は4つのトピック、すなわち、そもそも返送手続きする目的は、返送手続きにかかる時間は、返送手続きの進捗確認方法は、そして返送した荷物の追跡番号と輸送会社の確認はどうすればいいか、この4点を簡潔に1本の動画の中で説明させていただきます。花粉症で鼻声なのでお聞き苦しい面があるかもしれませんが、まず一つ目、そもそも返送手続きする目的、理由は何でしょうか。いくつかの理由が考えうるんですが、主に二つの理由が挙げられます。一つ目、再販不可になった商材を一度提携先の倉庫に送り、そこで OPP 袋の変更やラベルの貼り直し、再梱包を行って再納品、再出品するため、近年 Amazon では一部のカテゴリーを除いてお客様から返品された商材の OPP 袋が破れていても、 Amazon 内で OPP 袋の入れ替え、再梱包して再出品してくださるようなサービスができているんですが、例えば商材がぐちゃぐちゃになった状態で返品されてしまって、 Amazon 内のサービスでは手に負えない、再出品できない場合、アメリカ Amazon で販売されている方であれば、アメリカ国内の倉庫などに送って、そちらで叱るべき措置を施した後、再納品するという作業が必要になってきます。2つ目、出品開始後、エラーコード5665やエラーコード5461というブランド名に関するエラーが出てしまい、出品不可になった商品をノーブランドで再出品する必要があるとき、こちらのエラーについては以前アップさせていただいた動画で詳細を話していますので、そちらをご覧いただければ幸いです。とにかくブランド名を入力して販売開始したにもかかわらず、そのページで販売を続けることができなくなった場合、ノーブランドで同じ商品をもう一度登録し直して、新たなページで再出品を開始する必要があります。その際に Amazon の倉庫内に保管してある商品を一度はけて、改めて新しいラベルを貼り直して再納品する必要がありますので、この時も返送手続きが必要になってくるというわけです。次に2つ目、返送手続きにかかる時間はどのぐらいなのでしょうか。通常は2週間ほどで作業が順調に開始される場合もあるんですが、テクニカルサポート、セラー専用のお問い合わせ窓口に聞いたところ、公式な回答として、返送所有権の放棄依頼の処理には90日以上かけてフルフィルメントセンターから出荷される場合がございますという回答を得られました。つまり最悪3ヶ月以上かかってしまうこともあるということです。実際はもっと早く作業が進む場合がほとんどではあるものの、最大3ヶ月かかるという点は腹に落としておいて、どんと構えて待っておくということが大切になってくるわけです。では3つ目、そして4つ目、返送手続きの進捗確認方法と返送した荷物の追跡番号と輸送会社の確認方法について、実際のセラーセントラルの画面を見ながら説明させていただきます。返送手続きの進捗は、返送所有権の放棄依頼の詳細レポートにて確認することができます。セラーセントラル右上の検索窓に返送在庫の出荷レポートと入力し、虫眼鏡のボタンをクリックしてください。少しスクロールして返送在庫の出荷レポートをクリックしてください。返送所有権の放棄依頼の詳細レポートという項目が出てきますが、下をクリックしてください。こちらが返送所有権の放棄依頼の詳細レポートページになります。オンラインで閲覧をクリックしてください。レポート期間を取り急ぎ、過去30日間にしていただき、レポートの生成をクリックしていただくと、下にレポートが生成されます。依頼番号をクリックしていただくと、詳細ページにたどり着けます。最後、依頼番号はわかるけど、追跡番号やその荷物を運んでいる輸送会社の情報はどこで確認
認するかについてです。こちらのページにて右側にあるすべての返送済みの商品を表示をクリックしてください。すると問い合わせ番号の下に追跡番号が表示され、その右に配送会社の名前が表示されます。配送会社名をクリックしていただくと、公式サイトにて追跡情報が確認できます。View Details 詳細を見るをクリックしてください。シップメントプログレス発送の進捗をクリックしていただくと、より細かい詳細をチェックすることができます。というわけで今回は返送手続きに関する基礎的な知識や作業手順について説明させていただきました。今回の動画もし参考になったなという方、よろしければ高評価、チャンネル登録いただければ幸いです。最後にお知らせなのですが、YouTube のメンバーシップっていうのを作ろうかなと現在検討しております。私は出し惜しみするのが下手で、喋り出してしまうと全部話してしまう癖がありますので、そのまま公開したら生徒さんに怒られちゃうんじゃないかなって思えるような、深くまで突っ込んだ動画に関しては、メンバーシップで公開させていただくということも検討しております。そちらについては進展があり次第また改めて報告させていただきますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。最後までご清聴くださりありがとうございました。